はい、お待たせしました。キャスラボオンライン、今日はですね、なんと姫野ひろゆきくんのオンラインワークショップということで、タイトルはダウってみた初級編1ということですね。はい、では出します。はい、どうもこんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。はい、姫野ひろゆきさんはですね、はい、なんと AKB48、欅坂 46NMB48、 フィロソフィーのダンスなど楽曲提供した人気作曲家姫野ひろゆきさんです。作曲家編曲家演奏家ですね。大分県出身、福岡在住。作編曲家として楽曲提供や演奏録音ミックスなど制作全般に携わる。2007年ピクター&スペースシャワーのオーディションで自身がリーダーを務めるバンドザ・ワゴンが2000組の中からグランプリを獲得しデビュー。そして2014年音楽作家として本格的に活動を開始。2018年度オリコン作曲家ランキング3位、同編曲家ランキング3位。代表曲は AKB48 センチメンタルトレイン、欅坂48結局じゃあねしか言えない、 NMB48 青春はブラスバンド、フィロソフィーのダンス、夏のクオリア、他です。はい、そしてワークショップの参加者は皆さんそれぞれです。今日は3つ、はい、作業効率、コード進行、リズムについて。今日は初級編ってことなんで、最初にね、こうつまずきやすそうなポイントというか、僕が実際つまずいてきたポイント、でもね、僕よく最初はね、こういっぱい曲を作れって言われたんですけど、どうしてもこう作業効率が上がらないと、うん、僕はどうやって作業効率を上げてるかっていうところで、2つ目ですね、コード進行。はい、まあ、今日初級編なんで、まあ、音楽ポップス特に作る人にとっては、オード進行やっぱ押さえておきたいところなんで、オード進行とその応用編ですね、まあ、ちょっと考え方っていうか、そういうところをやっていけたらいいかなと思ってます。なるほど。で3つ目 リズムなんですけど、はい、これはですね、うん、リズムっていうものの解釈が分かれば、多分結構いろんな音楽聴いてても楽しくなると思うんで、うんうん、まあ、そういうちょっと見方の問題にも近いかもしれないですね。これは聞き方、はい、音楽のそういう観点から、自分の曲に生かす方法とかをお話しできたらいいのかなとか思っております。とりあえずですね、最初は、はい、もう僕も今日初めてなので、はい、ぼちぼち慣れながらやってみたらいいのかなと、そうですね、はい、思っております。はい、じゃあまあぼちぼち行きましょうかね。はい、お願いします。はい、